木々の葉や道の上に雪が積もっていたのは、九十連山の登山口、九重町の牧の戸峠です。設置されている温度計はマイナス4度と表示されていました。最高気温は湯布院で 5.3 度、クスでは 5.5 度、竹田は 7.7 度、大分でも 9.8 度などと、多くの地点で平年の最も寒い時期の気温を下回りました。真冬並みの寒さに登山者は、今九十山往復してきました。上の方も雪です。上の方はすごい強風ですね。あ、風の方が、うん、風も強いし雪も、うん、そう、一応想定したけど、こんなに風強いとは思わなかった。寒かったですね、だけどね、さすがに。週末は日差しが戻りますが、朝晩の冷え込みが強まりそうだということです。